来てくれると信じていたぞ、ベルゼブブ殿。本当に来やがった。文句あんのかよ。状況は最悪だ。つい今しがた、ブレッド大将軍がエンドミル基地に入りました。案の引き渡しのためと考えるべきだろう。10年行方知れずだった王女の発見、大将軍が出張ってくるのに十分な理由だな。引き渡されたらどうなるんじゃ。新たな王として担ぎ求心力とするか、吊るし上げて国王派への反感を煽るか、いずれにせよいいように利用されるだろう。分かってんなら早いとこ助けに行きましょうや。ブレッドが来たことで普段以上に警備が厳重になっている。正面から戦いを挑んでも勝ち目はない。こういう場合、ラオ殿ならばどのように戦う。陽動と隠密に部隊を分けるだろう。陽動部隊で目を引きつけ、少数精鋭で潜入し暗を助ける。それがしも同じ考えだ。問題は誰を潜入部隊にするかだが。精鋭といえば我々スイマーズしかおらんだろう。お前らは水泳だろ。精鋭だったら俺で決まりだ。争っている時間はない。ここは判断を任せてもらおう。潜入部隊はラオ殿にお願いしたい。心得た。ざまあみろ。選ばれたのはお前じゃなくて芝だろうが。同じことだろ。一刻が惜しい。早速作戦開始だ。ウド、砲塔、できるだけ大きな騒ぎを起こすぞ。了解。シュー、今回だけは美味しいところを譲ってやる。私たちも行くぞ。三人でまとまって動くと敵の目につきやすくなる。三手に分かれよう。連絡は王子のテレパシーに任せる。オッケー。いきなりわーとか言って脅かすのはなしですぞ。分かってるっつーの。賢明な諸君ならばもう気づいているだろう。新たな王に求められるのは悪魔と戦い打ち勝つ力だ。そして幸運なことに我らは知っている。王をそそのかした悪魔を討ち、その力を証明した英雄がいることを。そう、勇者ムニエル様、その人である。ムニエル、ムニエル、ムニエル。あいつがムニエル。なのに姉ちゃんがやられたってのか。ムニエル、ムニエル、ムニエル、ムニエル。やっぱ何かの間違いだな。ムニエル、よし、すっきりしたところで案を探すだ。みんな、こういう時って感動のハグを交わすもんじゃないの。知らねえ。さあ急いで脱出しよう。待って、その前に司令室に行かせて。司令室？そんなところに行ってどうする。兵士たちが話してるのを聞いたの。そこにアクアニウムレーダーがあるって。なるほど、行ってみる価値はあるな。わしは反対じゃ。司令室なんて一番警備が厳重な場所だろう。ブレッドとムニエルが演説をしてる今なら大丈夫でしょ。少々楽観的だが間違ってはいない。だったら行こうぜ。ありがとう、ベルゼ。ここは警備が厚いな。集団で動くと見つかりそうだ。じゃ、一人ずつ行くか。そうしよう。遅いぞ、シーフ。頭の先っぽに気づかれて危うく見つかるところだったんですよ。無駄に尖らせてるからだろ。無駄とは何ですか。わしのチャームポイントですぞ。とにかく無事に合流できたんだ。
先を急ごう。なんだお前たちは。侵入者だ、警報を鳴らせ。了解。くそ。うひい。まずいぞ、早く逃げよう。その前にレーダーを。いっぱい出たぞ。どれがアクアニウムだよ。これじゃない。おそらく間違いなかろう。移動していく先にも大きな反応がある。あとはここだ。よし、アクアニウムの位置は分かった。脱出するぞ。ブレッド。何？伝説も多いな。こいつ。ち。王子と互角じゃと。本当に人間か？そういう貴様は本当に悪魔だとしたら恐れるに足らんな。悪魔の王子をなめんな。いってー。お前本当に人間じゃないだろ。マジ？顔だけではない。我が半身は忌々しいゼウとの戦いで本来の肉体を失っている。ブレッド大将軍。まずいな、逃げ場を失うぞ。毒ガスじゃ。今だ、走れ。また湧いてきたぞ。拉致があかんな。王子、ここは任せる。ああ、あやつわしらをおとりにして一人で逃げるつもりですぞ。バーガ、いいからやるぞ。何やってんだバカ。ごめん。観念しろ魔物ども。チッ。うおー、待たせたな。あー、俺が乗ろうと思ってたやつ。そういうことなら操縦を変わろう。どうも操縦桿が重くてやりづらかったんだ。いいのか？やった！お嬢！ランゴ、みんな！本当に助け出してきやがるとは。まだ文句あんのか？まさか、感心してるんだよ。いや、違うな。感謝してる。ありがとう。すごい魔物だよ、お前。怪我はないか？うん、大丈夫。でも、首飾りを取られちゃった。王家に代々伝わる大事なもので、お母様の形見だったのに。お嬢が無事ならそれでいい。さあ、帰ろう。わしらの家へ。
あ、そういえば誰か忘れてるような。まあいっか。あん、ただいま、みんな。おお、よくぞ。腹減ってねえか？すぐに俺が飯作ってやっから。お前の料理なんて食べたら、せっかく助かったアンが腹を壊す。そりゃひでえよ、ウドさん。自然と人が集まり、笑顔の輪が広がる。あの人徳はジャム国王譲りだな。なんかあいつ無理してね。首飾りを奪われたのがよほどショックだったのでしょう。そうかな。あ、仲間たちはお祭り騒ぎだが、アンは参加しなくていいのか？だからこそだよ。私はあそこにふさわしくない。半分悪魔だからか。うん。この先ずっと言わずにおくつもりかね？いつかは話すべきだと思う。だったら今でもいいじゃん。そんな勢い任せにもいかんのでしょう。だが秘密というやつは長く貯めるほど重たくなっていく。話せるなら早い方がいいと私は思う。そうだね。ありがとう。みんなと話してみる。みんな聞いて。あのね、みんなに話さなきゃならないことがあるの。改まってどうしたよ。何でも言ってみな。うん。実は私の体には半分悪魔の血が流れてるの。は？何の冗談だよ。冗談じゃないんだって。私も知らなかったんだけど、お母様は悪魔だったの。ランオ殿、アン様の話は本当なのですか？本当だ。なんてこった。ふざけんなよ。なんだよ悪魔って。ブレッドの言ってることは全部嘘だったんじゃねえのかよ。騙してたのはあんただったのか、ランゴさん。説明してくだされ、ランゴ殿。場合によってはレジスタンスの存在意義を揺るがしかねないお話ですじゃ。すまぬ。ジャム国王とリリス様がお嬢にさえ明かさなかったことを、それがしの判断で明かすことはできなかった。ジャム国王が悪魔に操られてたって話はどうなんですかい？ブレッドの話で嘘がなかったのはリリス様が悪魔だったということだけだ。ジャム国王が悪魔に操られていたなどということは絶対にない。お二人は心から愛し合っておられた。結構。しかしその判断に打算がなかったと言い切れますかな？否定はできんな。なんだよそれ。あれは嘘、これは本当とかさ。何を、誰を信じていいのか分からなくなっちまったな。誰を信じるって、そんなの自分以外にいないじゃん。つうか、お前らアンが悪魔の子ならこいつの敵になんのかよ。それは少し頭を冷やして考える時間が必要だな。そうですな。明日の朝もう一度話しましょう。みんな、すまなかったアン。辛い思いをさせてしまった。
私はいいよ。少しショックだったけど、今は悪くないなって思ってる。おじさんもできたし。おじさんって言うな。そうか、ベルゼブブ殿はリリス様ので、お仲間たちは放っておいていいのかね。ウドが言っていた通りだ。みんな考える時間が必要だろう。あなた方も休んではどうかな。部屋を用意してある。では案内しよう。皆の考えを聞かせてもらえるかな。私はこれまで通りレジスタンスとして戦います。良いのか。私は石膏ですから、自分の目で見たものしか信じません。私が見てきたお二人は信じられる人たちです。俺も続けるぜ。少し前ならトリケキャンプを出てったかもしれねえが、今は信じられる魔物もいるって知ってるからな。僕もレジスタンスを続けるに一票。みんな甘えな。まあでも当の案が起こってねえのに俺が起こっててもしょうがねえか。いいよ、ここは大人になってやれ。ビアンはどうかな。どうも何もアン様のおそばを離れるなど考えられません。ビアン、みんなありがとう。そんで、これからどうする。もちろんお父様を助ける。すみません、お嬢、王の幽閉場所は未だ分からずで。だよね。ジャム様に次ぐ作戦目標といえばアクアニウムですが。それならばエンドミル基地のレーダーでおおよその場所はつかめている。すっげえ、アクアニウムの場所が分かったのかよ。ほうとう、地図を持ってきてくれ。はい。高速移動していたアクアニウムとゼウの船から奪われたものを除けば。ブレッドの手に落ちていないアクアニウムはここですな。リアンダ戦艦か。水没していてナウテのジャンカーも手を焼く場所だというが。行かない理由にはならない。しかりだ。準備が整い次第すぐに立とう。では身軽な私たちは一足先に向かうとしようか。な、もうよくよく縁があるみたいだな。だとしたら迷惑な話じゃ。目的は聞くまでもねえか。そういうことだ。どうしてもやらなきゃダメかい。あんたたちとはやり合う気になれねえんだよな。だったらここはあなたたちが引いて。そうもいかねえのが雇われ将軍の悲しいところでな。めんどくせえな。やるのかやらねえのかはっきりしろよ。そうだな。じゃ、こういうのはどうだ。機関室に先に着いた方がアクアニウムをものにする。競争ということか。流れんのが汗だけってのは悪くないだろ。我々としては願ってもない申し出だが。なら決まりだ。行くぜ。よーい、ドン。で、スタートだ。位置について。ん？よーい。ん？な、ドン。うわっ、なんも見えねえ。
うわ、マジかよ、先を越されちゃってるじゃん。スターニア遺跡でも言ったろ、足が自慢だって。勝負は俺たちの勝ち。何？フィーマン！あ、クロア将軍！バカ、俺よりフィーマンを。こいつは引き受けてやるから、さっさとそこのやつを連れて行け。こいつは乗れそうもねえな。来いよ、スクラップにしてやる。宣言通りスクラップにしましたな。ちょっともったいなかったかも。コアフレームだけでも持って帰れないかな。私たちにはそんなものより優先すべきものがあるだろう。わかってるって。機関室でアクアニウムを探そう。あったぞ、アクアニウム。ポルックがやっていたようにカプセルの弁を閉じよう。できたぞ。これでアクアニウムレーダーに映らなくなるはずだ。じゃあランゴに報告しに行こう。もうここへ来る必要はないって教えてあげなくちゃ。うん。クロア将軍。そう警戒すんなって。礼を言いたかっただけだ。ベルゼブブのおかげでフィマンは一命を取り留めた。よかった。ありがとうよ。別に。しかしアクアニウムを回収し損ねちまったな。ブレッド大将軍に首を切られちまうかな。そうなりゃまた放浪生活に逆戻りだ。クロアさんが行くところならどこにでもついていきますよ。おっとっと。やる。勝負に勝ったのはお前だからな。いや、やるってあんた。こいつは本格的に真実ってのが分からなくなったな。じゃあな。このアクアニウムはブレッド大将軍に届ける前にクランプ軍事刑務所のあたりで保管するんだったよな。ええ、あまり長い時間は置いとけませんけど。よし、報告は後回しにしてフィマンの見舞いに行くぞ。おお！チャンスをやるから取りに来いってことみたいね。え、そうなのか。なかなかの人物らしいな。